回目いただいていかがだったでしょうか。そうですね、この頃あまりいい道ができてなかったので、早く自分に呼んでいただけるためにも、しっかりしたピッチングできてよかったです。それでは今日も最後まで応援してくださいましたファンの皆さんに最後に一言メッセージをお願いいたします。はい、夏は、ピッチャーが困った時にいつでも上で投げれる準備を、したいと思ってます。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは池谷選手。